先を急ぐ。死の先を行くのに。
結界。奴は地上に結界を張って自らの領域を構築している。これにより私の目を欺き、感知から逃れている。あやつの結界は非常に堅固だ。
どこかにあるはずの綻びを探さねばならないだろう。綻びですか。あやつも私と同様に力をなくしていた。神の力による結界といえど、どこかに綻びがあるはずだ。承知しました。では、結界の綻びを探すことにいたします。どうなさいましたか？一瞬、妙な気配を感じたのだが。皆無事か。ああ、全員いる。だがここは一体。詮索は後にしろ。イーゴン、早速のお出迎えだ。その運命は終止符を打つ。Yeah.
現れるぞ。気をつけろ。また会えたね、ヴァルキリー。フェンリル。そう睨むなよ。お前の疑念に答えを与えてやろうと、こうして連れてきてやったのに。なぜそれを？オーディンの目もここまでは届かないよ。安心するわよ。まずはそうだね。お前もエインフェリアと同じ、元はただの人間だ。オーディンは人間をもとに専属の囚人を作り出すのさ。より多くの魂を食らうためにね。魂を食らうだと？そうさ、我々神にとって魂とは盾そのもの。下級神族が集めた魂を上位の神族が徴収し力を得る。大昔からの決まり事さ。オーディ様は世界の救済を目指されています。そのために力を取り戻す必要があったのでは。世界の救済が出任せに決まっている。力を失い玉座を奪われることを何よりも恐れているだけさ。出任せを置いているのは貴様だ。ならばなぜ味方であるお前を欺く。己の地位を守るために世界すら犠牲にする。それが奴の本性さ。黙れ。我を黙らせたければその手にあるものを使わないよ。お前が果たして何になるか楽しみだ。どうする、ヴァルキリー。深海へ戻る。フェンリルに逃げられたと報告しなければ。ならばなぜ味方であるお前を欺く。フェンリルの言葉を頭から信じるわけにはいかない。おそらく奴も都合のいい事実だけを並べるはず。だが仮にフェンリルの言葉が真実なら、世界救済を信じて私がやってきたことは何だったのだ。全て無駄だったとでも言うのか。ヴァルキリー様、大丈夫ですか？報告の前に少し休んだ方がよろしい。うるさい。余計な口を挟むな。フェンリルの言葉は気になるだろうが、そう熱くなるな。奴に乗せられては思うツボだぞ。何が真実で何が嘘か見極めるのは難しいことです。しかしお一人で悩まれてはなりません。真実がどうあれ、私たちはいつでもあなたの味方だ。お前たち、
差し出た口を聞いて申し訳ありませんでした。ですが、私たちは助けになりたいのです。すまない。声を荒げて悪かった。お前にもそういう一面があると知って、何やら安心したな。感情の発露は自然なこと。どうぞ今後も、私たちには飾らぬ言葉をいただければ。ありがとう。おかげで少し頭が冷えた。お前たちはここで待て。お待たせしまして申し訳ありません、オーディン様。状況を報告せよ。地上界はフェンリルの領域にてフェンリルと遭遇。しかしグレイプニルを使用できず取り逃がしました。逃がしただと？フェンリルを撃つ絶好の機会だったというのに。申し訳ありません。全ては私の力不足によるところです。バルキリー、世界は滅亡に瀕している。この危機を救えるのはお前だけなのだ。お前もフェンリルと対峙して分かったであろう。あの神狼こそ何としても倒さねばならん相手だ。お詫びのしようもありません。次こそはフェンリルを仕留めてみせます。どうだった？やはりどうにも迷いが晴れない。オーディン様に世界救済の真意を尋ねてこようと思う。待て、今から戻るつもりか？ああ、僭越ながら今は時期が悪いかと思われます。戻って質問を重ねてもさらに叱責を受けるだけかと。叱責だけならまだいいが、罰を受ける可能性もある。質問に答えてもらえる状況ではないだろう。やめておけ。皆そう思うか？ああ、今は時を待つべきかと。分かった。フェンリルの生罰を優先する。地上界へ向かうぞ。
Thank you.